こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は、Amazon で良い評価を集める。このね、良い評価集めませんかっていう売り込みのメールが来たり、あるいは、良い評価集めるツールなんてももう発売されてます。これ、意味がないっていうプラス、危険です。ガイドラインにですね、このフィードバック、提供や削除の依頼にお金を払ったり、インセンティブを付与することは禁止されてます。というのが日本の、Amazon に書いてあります。プラス、アメリカの Amazon だと、その評価の依頼とかをしてるとですね、システムに負担をかけるんでやめなさいという通知が来ます。で、またね、評価を、忘れてるとかしたくないとかいう人にですね、何かあげますという以外に評価を依頼する方法はないです。そう考えると、評価を集めるって行為自体がガイドラインに違反する可能性が非常に高いわけですね。で、そこまでして評価を集めるとカートが取れるか、カートは取れません。もうこのね、禁止してるっていうのを一応書いてありますけど、そうじゃなくてもね、自作自演ができるってことは Amazon もわかってます。で、自作自演ができるようなことで、購入者にね、出品者に良い評価は与えません。で、唯一、価格を見比べる人、ね、出品者一覧を見て、こういう買い物をする人には、評価が良くなってた方が売れると。ただそういう方相手にしててもね、あんまり稼げないんで、良い評価を集めるという行為は、リスクのある割にはメリットがないということが言えます。この評価集めとかですね、カートを取れる仕組みとか、いまいち納得いかないんで詳しく知りたいという方は、お気軽にご質問ください。何しろ、評価集めますってメールね、誘い乗ったりとか、ツールを使って評価集めるってのをやるのは、効果ないどころか、アカウントが削除されるとか、サスペンドされる原因になりますんで、やめてください。何かそういうのを使う際はですね、使う前に一言ご相談いただければ幸いです。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。